美濃市立東小学校は大阪府美濃市にある公立小学校。美濃市の東部、茨城市との境界付近の丘陵地、新興住宅地を校区としている。現在の校区にあたる地域はかつて三島郡豊川村の一部であり、児童は豊川村立小学校へ通っていた。豊川村は1956年12月1日付で美濃市に編入された。しかし、 地域住民の要望により、見直しへの編入直後の1956年12月25日付で、旧豊川村東部が、見直しから茨城市に分離編入され、事実上の分村合併の形となった。分離編入の際に、従来の豊川小学校の校区変更などは行われなかった。豊川村立小学校は、茨城市見直し学校組合と豊川小学校となり、 旧豊川村を校区とする状況が約10年にわたって続いた。しかし学校組合率という変則的な条件から指導体制や施設面での不便が表面化するようになった。不便を解消するため、豊川小学校の学校組合を解散し、従来の豊川小学校区の内見直しの地域を分離して見直しで独自の小学校を建てる計画が具体化した。 その計画に基づいて建設されたのが現在の美濃市立東小学校にあたる。東小学校は1968年に現在地に開校した。その後地域の宅地化に伴って児童が急増したことにより、1970年代には美濃市立豊川北小学校、美濃市立豊川南小学校の2校が分離開校している。ありがとうございます。